いやー、元東京都知事で、元厚生労働大臣の舛添要一さんがいらんことをまた言ってますね。病院潰したいんでしょうかね。室井佑月さんの発言でどんなことが起こったのか知らんかったんでしょうかね。医療関係者、また激怒してますよ。皆さん、こんにちは。はんにゃです。本日は10月の1日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、部外者は批判するだけなら楽やわと。医療関係者をあんたは潰す気なのかということになります。で、この動画では舛添要一さんの9月30日の発言について話をしたいと思います。ただ、あくまでも舛添要一氏が報道を見て語ったということを前提に話しておりまして、万が一ね、裏ルートや何か舛添さんが情報を掴んでいる場合には、動画内容とは別の話になります。まあ、そんなことはね、時間的にもないでしょうが。また、内容としましては、以前、室井佑月さんが昼帯で病院について語った時に作った動画と結構被る部分があるんですけども、逆に言えば、また同じことかという話をしたいと思いますので、よろしくお願いします。そしてね、ぜひともチャンネル登録などもよろしくお願いします。で、問題となりましたのは、9月30日の夜の舛添要一さんのツイートなんですね。このような内容です。順天堂大練馬病院で医師、看護師、患者など40人が新型コロナウイルスに感染。都立広尾病院でも同様に16人が感染。うち患者1人は死亡。この後に及んで病院で院内感染が拡大するというのは信じがたいことである。コロナに対する気の緩みを象徴するような出来事だ。まあ、こんな風に舛添さんはツイッターでコメントしたわけですね。いやー、それにしても病院での院内感染について、この後に及んで病院で院内感染が拡大するという表現は、これ舛添さんどういう意味で語ったんでしょうかね。ところでね、軽く順天堂大練馬病院、そして都立広尾病院での院内感染報道をまずはね、調べてみましょう。まず、朝日新聞9月30日の記事によりますと、順天堂大の方はこのように報道されています。東京都練馬区は30日、順天堂大学医学部附属練馬病院で、医師や看護師ら23人と患者17人の計40人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。ちょっと飛ばしまして、区は30日、病院に立ち入り検査を実施。同院は当分の間、予約のない新規の外来診療と新規入院を中止するという、このように朝日新聞は報道しています。また、NHK 9月30日の報道によりますと、広尾病院については、このように報道がされています。広尾病院では29日までに、外科系の病棟に入院していた患者10人と、勤務していた医師1人、それに看護師5人の合わせて16人の新型コロナウイルスの感染が確認され、そのうち患者1人が死亡しています。さらに30日、新たに臨床工学技師1人の感染が確認され、接触などがあったとして、医師や看護師など職員25人が自宅待機となりました。以下略。このように NHK では広尾病院について報道しております。また、順天堂大練馬病院および都立広尾病院のホームページの方を私調べましたけども、院内感染原因についての何らの発表もありませんね。まあ、院内感染が発生してまだ時間も経ってませんし、調査結果が出てるわけないですよね。今から調査をしていってって話ですから。で、室井さんの時にも話をしたんですけども、基本的に病院が責められるとするならば、病院に何らかの落ち度があるからであって、多分それが舛添さんの言うところの気の緩みに対応するものだと思います。落ち度があるので謝罪や賠償の問題が出てきます。しかし、病院に何らかの落ち度があるというのは、病院として当然備えておくべきことをやっていなかった。マニュアル作成、そしてそのマニュアルの遵守、また設備などの観点でということでしょう。で、究極の院内感染防止策は病院閉鎖ですけども、そんなことを誰も願っているわけでもなく、病院は病院として運営してもらわないといけないわけですよね。その際に、その当時における病院会での標準的対応を病院はするべきなわけですよね。ですから、病院に落ち度があるという形で責めるというのは、当時における標準的な対応を怠った。その意味において、マニュアルをちゃんと作ってなかったとかね。マニュアルを守らずに病院で変なことをしていたとか、もしくは必要な設備を用意してなかったとか、そういうふうな怠りがあった時ということになるでしょう。
ただ先ほども話しましたけども、現段階で何か2つの病についてそのような問題点でも発表されているのかといえば、何も発表されてませんよね。それは今から調査するべき話ですから。で、皆さんご存知の通り、コロナウイルスは存在していても、まあ当たり前ですけども、目に見えませんよね。従いまして、手指消毒をしっかりしていても、どうしても感染することもあるわけでしょうし、以前も7月の末に船橋の病院でマスク着用を拒否する患者から、看護師が感染したという話もありましたよね。そして単純に考えたら、なんでマスクをつけないんだって話もあるわけですけども、まあ、この事例がどうかは分かりませんけども、アレルギーの問題とかいろいろ理由があってマスク着用が不可能なケースもあったりするわけですよ。また当然のことながら PCR 検査をすれば感染の有無が直ちに、しかも 100% の確率で分かるというわけでもありませんよね。まあ、すなわちどう考えても病院側が相当注意していても、ウイルスを持っている人間が病院に入ることはあり得るわけで、そしてアクシデントなどで感染が拡大する可能性はあるわけですよね。したがって院内感染が発生したからといって病院側に落ち度があるんだと、責められるべきだという話になると考えるのは無理があるでしょう。では増添さんは何をもって気の緩みなどと表現してるんでしょうか。でもちろんね、妄想なんですけども、もしかしたら増添さんは病院の内部で何かしらの原因があったから院内感染が起こったのであって、その原因を調べることが大事であって別に病院を責めてるわけではないというふうに説明されるのかもしれません。しかしたとえそうであったとしても、決してその場合でも気の緩みなどの表現にはならないでしょう。気が緩むというのは明らかに相手に対して非難の意思を込めた表現ですよ。先ほどから繰り返してますように、どんなに注意しても感染が起こる可能性をゼロにすることなんてできず、したがって感染拡大があったんだからどっかで気が緩んでいた証拠なんだなどということはめちゃくちゃなわけですよね。10月1日夕方4時現在、増添さんはこの件について特にコメントをされていませんが、医療関係者の怒りのコメントは続いています。私はこのように無責任な非難が横行しているので、責任逃れのため、また訴訟リスクを回避するためだけの全員 PCR 検査が各団体で増えていると考えています。まあその意味でこのような無責任な批判というのは社会にとって良くないことだと理解しています。誰もが特効薬もなく、また完全に感染拡大を防ぐことが現実的に無理な状況で、医療現場で働いている今日において、この後に及んで病院で院内感染が拡大するというのは信じがたいことである。コロナに対する気の緩みを象徴するような出来事だと発言する松尾陽一さんに対しては、元厚生労働大臣でありながらこのような軽率な発言をするのは信じがたいことである、言論人として気の緩みを象徴するような出来事だと私は考えるんですけども、皆さんはどんな風に思われるでしょうか。ぜひともね、何かご意見とありましたらコメント欄の方にお寄せください。そしてぜひともチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。